今回は整備と改造をしていきます。まずはスマホホルダー取り付け用の、バーの取り付けをして、その後ブレーキパッドを交換したいと思います。ブレーキパッドは 6500km 走行で、制動面がなくなってしまっていました。走行距離の割には減っていましたね。ではスマホバーから始めたいと思います。開始。